クラリティスカイは日本の競争馬、2015年の NHK マイルカップに優勝した。クラリティスカイは2012年に北海道ニーカップ町にあるパカパカファームで生まれたサラブレッドである。1996年にアメリカ合衆国生まれの外国サンバの大気フォーチュンが創設初年度の NHK マイルカップを買った。この競争は中央競馬では初めて。 最初から外国産の三歳馬が春に出走できる GI 競争として創設されたものだったが実際にその初年度から大気フォーチュンが優勝したことで大気フォーチュンの父母姉妹が続々と日本に輸入されることになったクラリティスカイの祖母大気ダイヤもそうやって日本へ輸入された品場で大気フォーチュンの範囲にあたる大気ダイヤは アメリカ生まれの外国産馬として1999年にクリスタルカップを買った。さらに、判定の大気リオンも日本に輸入され、2002年にニュージーランドトロフィーに勝っており、3歳春の短距離戦で実績を残してきたボケである。いずれもアメリカ産の外国産馬という扱いだが、生産者は日本の大樹ファームがアメリカで開設した現地法人の待機ファームである。 父は黒船である。2014年に新設重賞のイチョウステークスをレコード価値した後、阪神競馬場の朝日ヒハイフューチュリティステークスに出走して3着になった。翌年、サ月賞では人気がなかったが、途中から戦闘を奪って逃げ、5着になった。日本ダービーは相手関係から無理と諦め、NHK マイルカップに出走した。この競争では、これといった、 本命場がおらず、一番人気から五番人気までが差がなく並ぶ倍率になった。クラリティスカイは先行集団の内側に入り、直線でも容易に振度が開いて抜け出し、一場審査をつけて優勝した。騎手の横山範博はゴール後のコメントで、道中、かかってしまってしんどかったけど、最後はよく頑張ってくれたと述べた。さつき賞出走馬が、 NHK マイルカップを制するのは20回目の開催にして初めてのことだった。父の黒船は2001年にこの競争を勝っており不死制覇となったほか、前述の通りボケもこの競争に縁があるファミリーで決闘のつながりを感じさせる結果となった。その後は勝利を挙げることなく2018年8月25日の BSN 賞10着を最後に現役を引退。 引退後は、バジ公演にて乗馬となる予定。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。2014年は111ポイントのレーティングを与えられ、この世代の2歳馬の中では4番手の評価が与えられた。ありがとうございます。